皆さんこんにちは、ウルトラランナーの宮子です。さあ朝ですね。あ、ラジオ体操してる人がいっぱいいる。今日は東京マラソンの9日前ということで、昨日ポイント練習やったので今日はジョグをしたいと思います。今日はね、時間の制約があるのでささっと、なんかすごいパリパリしてる雪、気持ちいい、パリパリ。ちなみに足元はブルックスのゴースト14です。安定感があって走り良いです。はあ、それでは走りたいと思います。いつも音楽聴いてるんだけど、おママとおパパに電話しようかなって思います。電話しながらね走ると多分あっという間なので、かけてます。もしもし、おはよう。うん、特にどうもしてないんだけど、そう、今からジョグをするんだけど暇だからかけた電話。あー、ゼリーね作ってるね。フロランタンめっちゃ美味しそうだ。あー、美味しそう。あー、ゼリーの缶。そうだよ。え、太ったって。フォームは良くなった。いい話。パパの心配をよそに練習はね好調なのよ。よく走れてんの。一人目してきた。そうなのよ。慎太郎は最近は連絡しかしてない。友達となんかスキー。あ、もしもし、おはよう。そう、走ってんね。走、お尻なんで。あるはあるやん、今週やな、今週末。そう、カロ君は、カロ君は出えへんな。あの、コアダ君は出るで。そうだ、コアダ君応援してあげて、赤い髪。はい、じゃあねー。お電話が終わりました。私のジョグよりお母さんとお父さんの用意の方が早かった。暇になっちゃったやん。残りあと10分ぐらい走ろうと思います。ペースは今5分5から5分10ぐらいです。今日はこの後治療です。太陽まぶしい、やばい、トイレ行きたくなる。朝ランの唯一のデメリットは走り出してからトイレ行きたくなることかな。外気温にさらされすぎてめっちゃ冷えるっていう。はい、今日の40分ジョグが終了しました。汗かくといいですね。もう走り出すときはね寒いし、今日ほんと走りたくない、もう足無理で動かない、今日はダメかもって思うんですけど、走り終わった後にあー気持ちいい、なんていい朝って思えるのが朝ランのいいところです。私はそんな朝ランが大好きです。この後治療しに行くので、そろそろ家に戻って用意して出発したいと思います。それではここまで見てくださってありがとうございます。あと1週間ちょっと体調を整えて頑張りたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。ついちゃん、じゃ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 。